ペドロ・パウレタは、ポルトガル・ポンタ・デルガーダ出身の元サッカー選手。元ポルトガル代表。現役時代のポジションは FW。登録名の、ペドロ・パウレタは愛称であり、本名は、ペドロ・ミゲル・カレーロレセンです。プロサッカー選手として18年間プレーしたが、ポルトガルのスーペール・リーガでは一度もプレーしたことがない。経歴のほとんどをスペインとフランスで過ごし、リーグアンでは、 得点王に3度輝いた。ポルトガル代表としては88試合に出場し47得点を上げている。FIFA ワールドカップと UEFA 欧州選手権に2度ずつ出場した。初期の経歴アゾレス諸島のサンミゲル島にあるポンタ、デルガダに生まれ、諸島内のクラブで育った。その後ポルトガル本土の FC ポルトの下部組織に短期間だけ在籍したが、 ホームシックにかかってアゾレス諸島に戻っている。1994年に CU ミカエレンセと初のプロ契約を結び、1シーズンプレーした。1995年にはリーガでオラの GD エストリルプライアに移籍し、30試合で19得点を挙げた。1996年にはスペインセグンダ・ディビシオンの UD サラマンカに移籍し、 1996から97シーズンは19得点してプリメーラ、ディビシオン昇格に貢献した。1997から98シーズンは、自身初のトップリーグで15得点を挙げた。1998年夏にはデポルティー・ボラ・コルーニアに移籍し、2シーズンで92試合に出場して33得点した。1999から2000シーズンには、 クラブ初のリーグ優勝を飾った。FC ジロンダンボールドを2000年9月、フランスリーグの FC ジロンダンボールドに移籍した。FC なんと戦でデビューし、その試合でハットトリックを達成した。2000から01シーズンはチームトップとなる公式戦、通算26得点を記録し、20得点を挙げたリーグ戦では得点ランキングの2位となった。 2001年11月には、バロンドールの50人のリストにノミネートされたが、リーグアンからのノミネートはパウレタだけだった。2001から02シーズンは22得点を挙げて、リーグ得点王に輝いた。公式戦通算では35得点を挙げ、2シーズン連続でチーム内得点王となっている。リーグ最優秀選手賞に選ばれ、さらに選手と監督の投票による、 オスカー・オブ・フットボールにも選ばれた。2001から02シーズンのクープ・ドゥラ・リーグ決勝では2得点を挙げ、クラブ初のリーグカップ優勝に導いた。これらの活躍から、マンチェスター・シティ・ FC のケビン・キーガン監督が、獲得に興味を示したが、FC ジロンダン・ボルドーのジャン・リー・トリオ会長は、はじめは移籍話に興味がないとし、次に、適正な金額のオファーが来た場合のみパウレタを売る。 可能性があるとした。2002から03シーズンは、リーグ戦で23得点、公式戦通算で30得点を挙げ、リーグのベストイレブンと最優秀選手賞に選ばれた。FC ジロンダンボルドでは3シーズンで、リーグ戦98試合に出場して65得点を挙げ、公式戦通算では130試合に出場して91得点を挙げた。これは、 クラブ歴代3位の得点数となった。パリ・サンジェルマン FC2003 年夏、パリ・サンジェルマン FC と3年契約を交わした。遺跡金は1200万ユーロ。2003から04シーズンのクープ・ドゥ・フランスでは、決勝の LB ・シャトールー戦で、両チーム唯一の得点を挙げ、クラブにとって6年ぶりのタイトル獲得に貢献した。 リーグ戦では37試合に出場して18得点を挙げ、3連覇のオリンピックリオンに次ぐ2位で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2006年4月2日、フルス FC ジロンダンボルドー戦で移籍後初のハットトリックを達成した。2005から06シーズンには自身2度目、移籍してから初の得点王となり、2006年には リーグ5連覇中のオリンピックリオンからの関心が報じられたが、パウレタはパリ・サンジェルマン FC に残留し、2005から06シーズンのクープ・ドゥ・フランスで2シーズンぶりの優勝を飾った。パリ・サンジェルマン FC 移籍後99得点目はボレーシュートで決め、100点目はヘディングシュートで決めた。2006から07シーズンには3度目の得点王のタイトルを獲得した。 2007から08シーズンはリーグで降格の危機に直面したが、最終節で RC、ランスを上回って16位でリーグ安山ンン流を決めた。2008年夏に35歳で現役引退を表明したが、結局ポルトガルのスーペルリーガでのプレー経験は全くなかった。引退後もパリ・サンジェルマン FC に残ってスカウトとなった。2009年5月後半。 パルクでプランスで行われた引退記念試合に臨み、彼の友人たちで構成されたチームと、パリ・サンジェルマン FC の現役選手、かつて所属した選手で構成されたチームの両方で、前後半をプレーした。試合終盤には13歳の息子と交代し、代わって入った息子が2得点を挙げた。2010年、出身地のアゾレス諸島にあるアマチュアクラブ、 GD3 ロケに加入してプレーし、2011年6月に改めて現役引退を発表した。1991年に FIFA ワールドユース選手権を制したポルトガルのゴールデンジェネレーションと同年代であるが世代別ポルトガル代表に招集された経験はない。1997年8月アルメニア戦でポルトガル代表デビューした。自国のトップリーグ経験なしに、 ポルトガル代表デビューしたのはパウレタが初めてであった。アルメニア戦の18ヶ月後のオランダ戦では初めて先発出場し、1999年3月26日、ユーロ2000予選のアゼルバイジャン戦で代表初得点を含む2得点を挙げたが、2000年のユーロ2000本大会では控え選手扱いであった。2002FIFA ワールドカップ 2002FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選では8得点を挙げてエースストライカーとしてスタメンに定着しているが特にグループ主位を争ったオランダ戦ではホームアウェイ共に得点を挙げた。日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップ本大会では優勝候補の一角として臨んだポルトガルの攻撃陣を牽引しグループリーグ2戦目のポーランド戦ではハットトリックを記録した。 しかしグループリーグ初戦のアメリカ戦、グループリーグ最終戦の韓国戦では得点できず、1勝2敗のグループ3位でグループリーグ敗退に終わった。u e f a ーロ2004-2002年夏から2004年夏にかけての国際親善試合では得点を量産し、特に2002年11月20日のスコットランド戦では1試合2得点、2003年11月19日の クウェート戦では1試合4得点を記録したが、ユーロ2004予選では無得点であった。地元開催のユーロ2004本大会では決勝に進出したが、全6試合に出場して無得点と沈黙し、チームも決勝でギリシャに敗れて準優勝に終わった。2006FIFA ワールドカップ2005年10月12日、ポルトで行われた 2006FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のラトビア戦では代表通算41得点目と42得点目を決め、当時エウゼビオが保持していたポルトガル代表の歴代通算得点記録を上回った。2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ最下位のルクセンブルクから計4得点、グループ6位のリヒテンシュタインから計2得点、グループ5位のラトビアから計3得点と、 フィファランク界の国から固め取りし、ヨーロッパ予選の得点王となる11得点を挙げた。2006フィファワールドカップ本大会前に行われたカーボベルデとの親善試合では、ハットトリックを達成し、調子の良さを示した。本大会グループリーグ初戦のアンゴラ戦では、決勝点を決めたが、2戦目のイラン戦と3戦目のメキシコ戦では得点できなかった。 決勝トーナメント1回戦のオランダ戦準々決勝のイングランド戦、準決勝のフランス戦3位決定戦のドイツ戦でも無得点に終わった。3位決定戦後、フィーゴと共に代表引退を発表した。両腕を翼のように広げるゴールパフォーマンスを行うことから、アソリスの超人というニックネームを持つ。2005年11月、フィーファが行っている。 SOS 子供の村の親善大使にポルトガル人として初めて就任した。ありがとうございます。